噂があった。不可解、不可思議、奇妙なことが起きたなら彼を頼れ。ほの見える少年。人助けが好きだ。転んだの？うん。はい、これでもう安心だよ。父は警察官で母は看護師。そんな両親の下で育ったからか、困ってる人を助けるのは私にとって当たり前だから、誰かの力になれた時、その人が笑顔になった時、私はとても嬉しく思う。さらに私には特別なことが一つ。そうそう。ダメ、待って、リコ。ガラスが勝手に割れたぞ。危険を察知する不思議な力がある。そうなの、またリコに助けてもらったよ。気づけてよかったよ。なぜか無人の車が突っ込んできた時も気づいたよね。ほんとすごいよね、リクの勘。超能力じゃない？うん、一体なんだろうね。役に立つ力だから嬉しいけど。さっきの見てたよ、愛別リク。話したいことがあるから、後で空き教室に来てくれ。あれ、今の見間違い？来たくなかったらそれはそれで別にいいや。え、今のって噂の？うん、霊感少年。来たよ、刀に伊織くん。何この教室、すごいことなってるけど。ああ、これ必要なんだよ。休み時間はここにいるようにしてる。へえ、そうなんだ。そんなことより、なんで来た？あなたに呼ばれたからですが。普通来ないだろ、話したこともない奴からの呼び出しなんて。そんなことないよ。行かないならちゃんとあの場で断らないと。何も言わずに待たせちゃったら悪いでしょ。お前真面目だな、尊敬するよ。軽蔑の表情に見えますが、でも聞いてるよ、刀木くんは霊感あって人助けしてるって。そんなわけないだろ。え、僕は誰かのためには動かないよ。動くのは自分のためにだけだね。じゃあなんで私のこと呼び出したの？無視？今写真撮った？話の内容だけどさ、アイブズ、お前取り憑かれてるぞ。何これ、幽霊？いや、これは霊界だ。霊界？奇妙な現象を引き起こす人ではない者たちを僕らは霊界と呼んでいる。霊界は時に人に取り付き、命すら奪ってしまうこともある。霊界の姿は普通は見えないが、いわくつきの場所に行ったり、普段と違う行動をしたりして会ってしまうと見えてしまう。愛別もどこかで会ってしまったんだろう、霊界に。そんなのが本当に？それで愛別と話がしたいという人がいてな。私と誰が？愛別に話を聞くよう僕に指示をしたのも、取り憑かれていることを教えてくれたのも、実はその人、僕の姉だ。タイミング良すぎない？ああ大丈夫、気にしなくていい。こういう人だから。やあ、姉さん。やあ、グテー。
はっきり姿が映るのは良くないよ。それが全身ともなればなおさらね。今のところ映ってるのは顔だけだが、放っておいたらヤバいってことか。なんで写真のことを。はじめまして、リクちゃん。名前まで。とても勘が鋭いみたいだね。はい、危険に敏感というか。さっきからなんで知ってるんだろう。そう、ところで心当たりがあるんじゃないかな。え？映った女の顔にね。女の顔。はっ、電車で女の人が私を見てた。ん？それだけか。違うの、その女の人電車の外にいたの。走ってる電車の外に。走ってる電車の外に。見えたのは一瞬だったから気のせいかと。でもそうではなかったようだね。すぐに確かめに行った方がいいよ。あ、だそうだ。よし、アイベツ。片薙くん、行ってらっしゃい。片薙くん、今のは明らかに一緒に行ってくれる流れだったでしょ。おいおい、何を言う。そんなことしたら僕まで霊界に会っちゃうでしょうか。めちゃくちゃ怒るじゃん。私は会っちゃってもいいってこと。だってアイブツはもう取り憑かれてるもん。手遅れだもん。軽い感じでひどいこと言わないでよ。とりあえずこれ以上関わる気は。イオリ、当然お前も一緒に行くんだよ。弟くん、すっごい驚いてますよ、お姉さん。話が違うぞ、姉さん。アイベツを連れてくるだけでいいって言ったじゃないか。全言でっかい。痛い気な純情少年の心をもてあそびやがったな、この悪魔。純情少年。いや、僕は負けないぜ。姉さんが何を言おうと、アイベツを見捨ててみせる。最低なこと言ってるけど、大丈夫？そう。イオリ、行かないんだ。なんで、お札が勝手に。一緒行くです。すぐ負けてる。ひどいよひどいよ、姉さんに逆らえるわけないじゃないか。スマホ渡された。大丈夫かなこの兄弟。大丈夫だよリクちゃん。いや、心を読まないでください。イオリは多少性格が破綻しているけれど。破綻してるって言っちゃうんですね。こう見えても劣気とした霊媒師だから。霊媒師。さあ行っておいで。時間はもうないよ。じお前のせいで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 お前。そうだ、さっき言ってた霊媒師って。簡単に言うと、霊界を払う特別な力を持った人が霊媒師だ。特別な力。それって人助けのお仕事ってことだよね。すごい。なんでそうなる。だって霊界のせいで困ってる人を助けるってことでしょ。すごいことだよ。私も危険を察知できるこの不思議な力を周りの人のために生かしたいんだ。そうか。うん。ただな、アイベツ、あまり過信しない方がいい。特殊な力は大抵思ったようには扱えないものだ。やめてよ、なんだか怖いじゃん。とりあえず今危険を感じたら真っ先に教えてくれ。すぐ逃げるから。利用する気満々じゃん。しかも最悪な理由で。最悪だと？僕が姉さんに脅されていやいや来ているということを忘れるなよ。根に持ってる。いいか、
姉さんはこの国にいる霊媒師の中でもトップクラスの使い手なんだ。すごい人なんだね。すごいなんてものじゃない、もう化け物だよ。だから僕は逆らえず、今回のように無理やり調査をさせられたりしているんだ。だからアイベズ、僕には全くやる気がないからな。少しはやる気出してくれると嬉しい。アイベズ、何この感じ、なんだか妙な。片薙くん、周りの人がいなくなったけど。電車が止まっている。これは周りの人が消えたわけじゃない、僕たちが入り込んでしまったんだ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。